Okay, guys, welcome to Haikyuu to the Top, episode number 4. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's go. Let's just head to the anime. Oi. Oi? Yeah. Come with me for a sec. Yeah, that's where we left off. Take it easy. Episode 4. Who's that? Broccoli 1号. No! Broccoli! 2号. No! He knows! 夏合宿の時から近寄りがたかったけど、何を考えてんのやら。カラスのあの白鳥沢破って全国だろ？おう。すげえよな。うちは決勝でフルセット負け。おい。サクサ。サクサ。俺まだビデオ見れてないんだけど、白鳥沢はなんで負けたの？若俊君は不調だったわけ？絶好調に見えましたけど。ガラスの is just way better。どうやって使った？誰か若俊君止めた？ああ、まあ止めてました。日向のあれはほぼレシーブか。そいつ誰、何年、なんてやつ、どこ中。悪いね、こいつ超絶ネガティブなのよ。俺はネガティブじゃない、慎重なんだ。サクサさんはまだ本気出してませんよね。なんで。なんとなくイメージより普通だなって思ったんで。今ちょっと肩の調子が悪い気がするんだよな。風呂。お、もう。他のやつの菌が入る前に入る。ダーン。ビビった。全国三本指に普通とか言うから。Oh, so he's the one of the top three aces. みんなレベル高いけどさ。But who's the 特にあの人 best one? 何者だろうな。He looks cool. Damn. やってること自体がなんか不思議な感じだ。わし城先生も変わろうとしているんだと思います。でなきゃ、そもそも選抜合宿の話に乗ることも、メインの指導を穴原先輩に任せることもなかったでしょうね。やっぱ、カラスノの10番は気にしてる。まあ、確実に意識はしてますね。決勝の最後、カラスノの10番が決めた時の鷲城先生の顔がなんか忘れられないっすよね。すげえ悔しい様子は当然なんすけど、それでいて。お待たせしました。 He was smiling, right? おい、気をつけろよ。俺たちが学生の時、火器に当たった先生いたろ。次の日から自主練になったやつですよね。懐かしいな。レフト。ナイス。日向君ってリベロじゃないんすか。え、俺リベロに見える？うまげに見える？いや、そういうわけじゃないんすけど。はい、そうかよ。俺もブロックやる。お前が撃つなら俺が叩き落とす。はあ、じゃあ俺も。マジかよ。Super straight. No, that's gonna be gross. 一番低いの僕かよ。No, it's still straight. Damn!
I thought he was going to hit Cross with that run up. サイドの位置取りが悪いね。だって絶対クロス打ってくると思った。Yeah. From his approach. 今のはクロスで打ってくると思った。助走の向きは完全にクロスで切り込む感じだったじゃん。やっぱうまいな。なあ月島。お前もしかして自分のブロックレント称して俺にスパイクを打たせてくれようと。違う。そうすか。駆け引きを置いといて。日向が相当ブロックが見えているスパイカーなのは確かだ。練習相手に使わない手はない。You smite when my look alike. ナイスリー。セッターは構える位置。もうちょいネットから離れていい。はい。ナイス。影山、左利きのミドルにも何らか合わせてるな。どうだ。もっと早く打てると思うんだよな。こうパパッとコンパクトにさ。わかった。すぐわかったって言えるのもそれを。ねえ、影山 is just different. I'm so proud of him. 今くらいのパスで大丈夫なんで。了解。前前。Okay, we're gonna see him. Oh! Damn! This is clean. Oh! Wait, how tall is he?He looks short! Is he just like the Hinata? Stretch, Nairi! Oi! Okay. Oreo Mita Koto Annoga. Kokoni Kitakoro Mitemus. So Jane! Imamadeni Oreno Sia Mita Koto Annoga Tenno. I don't think so. Kangeyama Mata Karamarete. Zia! Motto Bibileo! Odoroki!みたいな顔しやがって。最低のやつはこのタッパの俺を舐めた。Yeah, he's just like Hinata. 俺のプレイを見てビビる。そこまでが一連の流れなんだよ。ビビってます。けど参考になります。To Hinata. いやー、木も座ってるね。ミヤアツム。ミヤアツム。ちなみにトビオ君は。なかなかトゲトゲしい第一印象やったけど、プレイはだいぶお利口さんよな。 OK Damn What do you mean by that? ドリンクソイ。 Thank you。 あれ俺のタオルソイ。ああそうそう、そっちに置いたんだ。 Damn. OK, Hinata. Yeah. ああ、上がった。取ってくる。俺取ってくれ。おう。この上。 He went there just so he can watch the game. 国見のレシーブは後ろ垢と似てるんだよな。無駄がない感じが。客さん、フォロー。いや、できるだけ動きたくないだけなのか。今のは大男だろう。せっかく普段できないメンバーなんだし、もっとがむしゃらにやろうぜ。Go all out。ああ、すまん。はい。じゃあ水分取ってから2対2。 2 on 2。 Damn, that's exhausting。 あいつ苦手だ。みんな一生懸命やってんのに一人だけあんまやる気なくね。でもあいつ体力温存してて試合後半に本気出してくんの超厄介なんだぞ。まあ拾えるボールは追った方がいいよな。だろう。楽しようとしすぎだ。楽か。2対2か。正直これが一番きついよな。
まあでも誰よりしんどいのは一番経験値が低いあいつか。申し訳ないが、2メートルとは組みたくないよな。でかいけど技術はまだ中学レベルだもんな。カバー。I think he can hear you guys. Can you just? 集合。スパイクの時に指の腹を使ったフェイント禁止。No feint. 10点選手ね。何回も言うけど、常に次を考えながらやること。Wait, was that feint? Wait, what? I'm confused. Spike の時に指の腹を。So only when you spike, you can't use feint. Like when you're in this position, preparing to spike and then change it to feint, then you can't do that. Oh no, I get it. Just like in the outside volleyball, beach volleyball, I mean, you can't use your tips. You can only use like this, I think, because Kunimi hit that right with his fist like this. Yeah. So it's just like beach volleyball. What was that? Yeah, he's having problems.プレーが雑になっていくのも自分でわかる。二人しかいない中で精度の高い攻撃はなかなかできない。そして俺は自分が好きだらけだとわかってる。わかったところで足がついていくわけじゃない。2対2早く終われ。ドリンクソイ。お前が選ばれればよかった。Bro, don't say that. バカか。そんなこと、こいつが一番思ってる。いや。競合のレギュラーで、ここにいるこいつと戦ったことあるやつ全員が、こいつを警戒している。いやいや、俺も選ばれればよかった。じゃね？ここに呼ばれたやつは、何かしらすごいやつらで。百沢なんつってもでっけえだろ。まあ、確かに俺は影山がいないと若干な発揮できないみたいなのが言われるけども。とはいえ俺はでかいだけだ。うおーい、動くってなんだ。もし必殺差し入れサーブか身長2メートルどっちか今すぐもらえるっつったら絶対2メートルだね。 I would pick surf because I love serving. とにかく2メートルなんて一番最高にYou just cannot hate Hinata. Well, unless you are Oikawa. He despises him. He hates him so much. Ore o hagemashite nan no merit ga an da yo. Datte omae o taoshitai. Na, ore soto kara mitete kizuita koto an da kedo. Kawari ni Hyakuza wa chotto yatte mite kunnai? Oh? Kantan.絶対簡単なやつ。 What is that? They are not gonna tell us. Looks like we have to see it. 後ろ突きやり届くのかよ。楽してこうぜ、ヤクザワ。 Let's take it easy, ヤクザワ. Okay.Okay. 簡単で些細で、でも慌ただしい試合中に忘れがちなこと。自分あるいは仲間の体制が整わないとき、自ら時間を作ることはできる。Oh, so he can just. 自分が積極的にラックをしようとするパスは。So he's gonna bring the ball up like really high so that he has time to. 俺に技術的なことは。So he has time to do the run up properly. 最初のボールを。
できるだけ高くパスすんだよ。いやー。国見みたいに。ラスト。いろいろできる。いやー。Oh my god。真っ向勝負で2メートル勝てるか。Yeah。That's me。Hey! Damn, this is nice. Nanka fueta. Oh my god. Ono no stretch yattara agatte. Yes. What?Okay guys, thanks for watching this episode. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys next time. Mata ne!